サイドミラーかぶって見えづらいけど、今俺は中さんみたいなことは言いません大丈夫です、すいませんね。ホテルニューアワジーの看板ありましたね今。この辺こんなんなってないや、ホテルだらけ。でも前来た時どないして来たんやろ。モンキータウン来るんやったらやけど、この道通ってるはずですね。いや向こうから行ってるはずよ。そんなパターンなんか。あこっちから上から下っていく人はあんまおらん。あ、そうなんすか。うん、インターチェンジももっと先に行くはず。へえ。ここちゃうか、違うか。この左、これがホテルニューアワジ。あ、ほんまや、でかいやないですか。結構ニューアワジの歌ったらバンされる。ほんまにアカペラでも、アカペラでも下手やったらええんかよあ、ここ相当町なんてあるんですね。あとそのお城あるんや。はい、今日は淡路島にあるモンキーパークかってな、ここはモンキーパークという場所やと思うんですけども、モンキーパークにやってきました。今日は本田社長と一緒にモンキーパークにやってきたんですが、モンキーパークお猿さん見に行きたいと思います。はい、このように田中坊います。こんな感じで、あ、すいません、お邪魔、邪魔ってます。はい、田中坊今こんな感じでテコテコ歩いてモンキーパークに入っていきたいと思います。ここ入園券は700円やったんかな。では行ってまいりたいと思います。こんな感じよいしょ。お、早速からお猿さんがいます。おい、怒っとるか。寒さで今のとこ気付かないかな。お猿はどこでもおしこするから。ほんまですね。軒下とかあんなん行ったら危ない。寝ながらでも。はい、ほんまや、結構うんこだらけですね。かっこいい、さすらってるな、お前。このお猿さんがいる先は、よはい、みんな毛づくろいしてますね。毛づくろい中です。どうも見る感じ、ちっちゃいお猿さんがこのように毛づくろいしてあげてる感じがしますね。これも毛づくろしてあげとるな。もうなんかみんなえらいことになっとんな。お尻はみんなこんなもんだから。はい、よいしょ。鹿さんもいます。もうめっちゃ泣いとる。抱き合ってます。なんとも微笑ましい。毛づくろしてます。食べてあげたんかな、うん、もぐもぐしてるな。うん、もぐもぐ気持ちよさそうやな。綺麗、ほんまに真剣に見てくれてますね。丁寧に毛づくろいしてます。ちゃんとこのお猿さんの世界では
竹のガチャガチャするやつ、大豆が出てくるらしいんですけども、お猿さんの強いもん順にこのガチャガチャができるみたいです。弱いお猿さんがこれをやってると、先ほどこの強いお猿さんがやってくるとさっとどけていました。はい、このように猿文字の優しさの証って書いて、お猿さんが餌の文字を形に巻いて作られているみたいです。普通の日本猿にはとても厳しい順位の関係があり、順位の高い猿が食べ物を独り占めしてしまうので、このように猿文字を作ることはできませんが、しかしこれまでの研究から淡路島の猿にはお互いに食べ物を分け合う特別な仲の良さがあることが分かっています。一緒に並んで猿文字を作ることができるのは日本でも淡路島の猿だけです。そうね、餌巻かれとるから当たり前かと思ってたんですが、そう、あのボス猿が独り占めするのが基本なんで、このようにみんなで分け合って食べるのはなかなかないみたいですね。お母さん馬にしてる。こちら淡路島郡のボスの資格、この子が誰かは書いてないですね。でもここにこのようにボスのことについて書いてますが、ビッグボスやな、これは1967年初代から6代目平均3年間ボスダダゴンタ、すべて寿命を交代。1993年が7代目マッキー、15年間ボス君臨してましたね。寿命で交代、優しいボスでしたね。ここ2008年の3月から6月が8代目いっちゃん、3ヶ月間だけみたいですけど、乱暴なボスの座が奪われて、今度9代目にこの朝露、9年間優しいボス、寿命交代。だからこの朝露にこの3ヶ月間だけのボスいっちゃん奪われたみたいですね。そしてこちら2017年の2月から2020年の12月、これが10代目マートン、4年間優しいボス、寿命交代。そして現在が11代目ジョニーですね。多分この子がジョニーなんかもしれません。こちらにも猿、絵文字の猿があります。こっちの猿さんは小さいお猿さんの方を毛づくろいしてあげてますね。さっきから見てきた中ではなんか小さい猿が大きい猿を毛づくろいしている姿が多かったんですが、もう多分ほんまちっちゃい赤ちゃん猿かな。一生懸命毛づくろいしてるな。ほんまにしっかり見てるけど、何を見てるんかな、ダニを見とんかな。ダニ見つけても取っては食べるんかな。見つけた感じしますね。食べてるな、やっぱり食べてますね。まだ見つけた、食べるんかな、食べるな。やっぱ食べてますね。はい、
か見てみ。見てしょ。でも見てよ。ちっちゃいね。おでこがないやろ、あんまり。ですね。熊本の志村けんが通ってたチンパンジーがおるとか、あとお猿さんおって、日本猿。はい。あの YouTube 面白いね、やってるの見てて。この子らは日本猿ですよね。でも長野県にもなんかおるみたいで、雪の中で。へえ。魚とって食べてた。初めてびっくりしたんで。そうなんですか、これ寒いところにおられへんの。あ、もうこれは日本が限界なんですね。餌あげた、はい。あ、そこの中なんですか、餌あげは。肌まで浸透しない。え、そうなんか。油分とかで。じゃああんまり寒くないんや。雨降りとかでも全然この屋根の下におったりせんときある。一晩中出てくる2匹。このちっちゃい子ですか。いや、向こうの2匹。あ、向こうの2匹、うん、夜中もずっと出てくる。夜遊び大好きなせ、はい、基本この夜は、うん、基本寝るんですかね、人間と一緒で。山に行って寝てる。でも何日か出てきて夜中の2時3時でもかかるんですよ。社長じゃないですか。はい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 。ジョニーちゃん。いや、これがジョニーちゃん。後ろにいるの。あ、これ後ろがジョニーちゃんなんや。ね、この子がボスで。この手前におる子が、ここの今のボス、ジョニーです。ジョニー。この子ね、ジョニー映してます。YouTube に出てます。ジョニー。パク。パク。あ、失敗した。ジョニーちょっと取ってきた。ボコン。基本的にでもやってる人があって、他の人が取ったらめっちゃ怒るやつは怒る。あ、やっぱそうなんすか。お猿は人の目に上げないから。ああ、自分のものですね。お、ナイスキャッチ。はい、2個出てるのがよく入った。そうそうならへんようにこなして、もうあれ、猿のポーズやねんな。あ、手ね、冷えるからね。非常に怒っとる。なんか、エッチか。マウント。
これでもこっちの子女子なのかな。この後ろがでしょ、うんうん、前の子は女の子かな、うん、だから女の子かな。ボスに囲われてる女子なのかこの子。男でも別に男同士マウント取ることあるんかな。あ、うん、うまい上手、はい、上手。運転しやすいね。そうなんすね。そらもうそのそれっぽいですもんね。綺麗です。はい、ここ淡路の、では退場したいと思います。退場です。淡路座こんな海がめっちゃ綺麗。めっちゃ喧嘩しとるな。はい、降りていきたいと思います。ここにも鹿も全然あれやな、人間慣れしてる。おお、すごいな。さすがお猿さん、どこでも行けるな、お前ら。こんな崖みたいなところでもお猿さんやったら余裕やな。はい、降りていきました。すごいな。あそこの島なんやろな。島が見えています。そしてこっちずーっと画面向けたらあっちに結構大きなタンカーがあるな。あれすごいな。おい、では降りていきたいと思います。よいしょ。結構この降りていく坂のところでもお猿さんがうろうろしてますね。降りてきた。あ、もうあの道にもお猿さんがいっぱい出てます。道の向こうにも。お、降りるか。まあ、降りる。お、すごいすごいすごい。降りきった。すごいな。すごい、あそこから鹿がおる。崖の上に。もうしょもうしょしたかな。バイバイ、ありがとうございました。はい、では今日は終わりたいと思います。入場券の方がここで発売されています。チケット入園料700円と子供350円。おー、かわいい、ちっちゃいお猿さん。あ、ちょっとお土産屋さんみたいになってるな。
すごい爆竹の音したけど、何ですかねこれ。わからないですか。はい。あ、いや、ではないです。モアイ像のところはもう結構宮崎の市内の方ですもんね。いや、いうかもう南の方や。南の方ですよね。日南市っていうところの近くの方に。あ、これ行ったことないの。また降りてきてる。カキとか、なんか貝探すのに。海の幸ですね、お猿さんも。お、また道出てきてる。ライブは声が聞こえへんからね。これ生の声ですね。キャ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 言ったら。ですね、今のよう見たら。いやいや。いて。そればっかり気に。交尾。でもマウンテンやな。後ろに乗ってただけやな。でも乗るやん。すぐ乗ろうとしますね、お猿さん。確かめてんねん。いけるかなみたいな。ケッケしたらペッて行くんかな。合図があるはずやん。多分ね。あ、戻って、なんかみんな。でも結構群れ、あ、お祭り今乗ってますね。でも結構ちっちゃい子にも乗りますよ。いや、あれ大人やねんね。あれで、うん、だって1年経ってあの赤ちゃんみたいな、どこやって生まれてんの。へえ、そうか。